はいどうも、リハビアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、肩こり編2023版のガイダンス動画となっております。まずはじめになんですが、勉強中ですとか仕事中で、肩もそうなんですが、首の痛みまで含めて肩こり悩まされている方と、実は言うのは大変多くてですね、腰痛も多いんですが、腰痛と並んで日本人の国民病といっていい状態になってます。でこのことは、日本におけるこう体の不調をランキングにした厚生労働省が行っている国民生活基礎調査というものがあるんですが、この中でも肩こりは男性では第2位で、女性では第1位にランクインしています。でこれは痛みを我慢する傾向にある方が多いというのが一つ、もう一つはちょっと痛いぐらいでは病院などのこう医療機関にかかってはいけないと思っている人が結構多いというのが実は言われています。で実際リハビリの場面でもこの肩こり、肩の障害を見るというのは実は結構普段の暮らしのお手伝いをさせていただくという観点からすごく多いです。例えば服を着るですとか、櫛を使うとか、ご飯を食べるとか、それから顔を洗う、髪を洗うなんていう場合の動作がこれに当たるんですが、その場合に首ですとか肩ですとか、それから腕の動きというのは大変重要になります。でその動きが制限されると私たちの生活に大きな支障が出てしまいます。なのであとはこういう傾向もあったんですが、さらにコロナがだいぶ落ち着いたとはいえ、やはりコロナが与えた影響というのは大変大きいので、そのアフターコロナとかウィズコロナというところを見越した上で、やっぱりテレワークが増えたりということでだいぶ生活様式が変わりましたので、そういったところの影響と、あとはやっぱり運動不足の方が大変増えてますので、そういったところによる影響がですね、今後より一層懸念されているというところがあります。なのでこの肩こりについてですね、リハビリの視点から分かりやすく解説動画のですね、以前も肩こり編お伝えさせていただいたんですが、これをリニューアルをして改めて全13回の配信にて順にお送りしていきたいと、そこで解説をさせていただきたいというふうに考えております。では具体的にどんなものがあるかというのをラインナップこちらに上げさせていただいているんですが、まずは肩こりの分類とかアプローチではどういうものがあるかと、これは例えば肩こりの定義ですとか、その定義を正しく理解するためにやはり分類がありますので、その分類であったりですとか、それから幅広い改善を目指すための治療アプローチというところを解説をさせていただきます。それから疾患由来の肩こり、肩の障害ってどういうものなのか、代表的なものが五十肩、それから腱板損傷というものがありますので、こういったものを具体的に挙げさせていただきます。それから肩こりの原因や対処法、この辺が一番メインになってくるかと思うんですが、肩こりっていうのはやっぱり体の問題はもちろんそうなんですが、心の問題ですとか生活の問題、環境の要因なんていうところがやっぱりその辺を具体的に幅広く対応させていただくのと、あとは怒り型とか撫で型なんていう肩こりのタイプもありますので、この辺まで含めてお話をさせていただきます。それから最後にコロナと肩こりの関係と、コロナ禍が与えた影響ですとか、その具体的な今後を見据えた上での対策というところを、例えば仕事環境とかライフスタイルの在り方まで含めてですね、解説をさせていただきます。で詳しくは各動画のサムネイル、いわゆる表紙の部分であったり、あるいは各動画のですね、概要説明欄の方ぜひご覧になっていただきたいんですが、あとこの概要説明欄の方には配信のスケジュールもそうですし、この動画作成の際の資料とさせていただいた、例えば参考、主な引用参考文献をですね、載せさせていただいておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただいてご活用していただけると幸いです。で次回からこの肩こり編各動画配信させていただきますので、日々肩こりで悩んでいるという方はもちろん見ていただきたいですし、あとはその方々を支援している、例えば医療、介護、福祉の関係者の方ですとか、それからトレーナー関係の方まで含めてですね、ぜひ楽しみながら正しく理解する場というふうにしていただきたいですし、あるいは実践しながら役立つものというふうに活用していただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。